澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。それでは法政大学ですね。第1段落から第6段落までございまして、問1番から問2番8番。で、並び替え問題と単語の知識を問う問題があるんですが、ほとんどがですね、この何も書いてないところが、内容把握問題、内容一致問題と考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、苦手とされている方多いんじゃないかなと思うのが、空所補充問題ですよね。で、皆さん4問ございましてですね、第1段落、第2段落、そして第5段落、第6段落、ちょっと分かれておりますので、これを最初にまとめてですね、対策を図っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。サメさん、第1段落でございます。皆さん、文章ここからですね、一応読んだと仮定してくださいね。で、whether or not we know it, we all use stereotypes ということで、我々は全員ですね、ステレオタイプ、固定観念ですかね、それを使います。それは to なんとかかんとか the otherwise complete things 点点点ということで、文章がこう一番最後まであるということです。で、皆さん、クーラー A、空小中問題なんですが、選択肢皆さん、5択でございます。この5択の中から、クーラー A に入れる問題なんですが、おそらくヒントは皆さん、この右側の otherwise、これをおそらくヒントにするかと思います。で、皆さん、otherwise、じゃあなぜヒントですかと言われたら、皆さん意味ご存知の通り、さもなければ、そうでなければ、complex things、複雑なものと書いてますね。ですから、空欄 A 何が入りますかと言われたら、そうでなければ、さもなければ複雑ということですので、それと反対の表現が空欄 A に入ってくるはずです。で、皆さん選択肢眺めていただけますと、もうわかりますね。複雑の反対は簡単。ですので、選択肢の E、simplify。これが正解ということでいいかと思います。シンプルにする、簡素化するということですね。で、じゃあ根拠はどこですかと言われたら、今確認をしたのはこれですね。このあたりでよろしいかと思います。で、ヒントだったのは otherwise です。そして右側にコンプレックス、複雑がございますので、これと反対というところで simplify ですね。で、根拠はどこですかと言われたら、今お伝えした通り simplify。一般動詞の右側ですよね。一般動詞の右側が根拠になって答えが出ました。では、次に行きます。さあ、続いて第2段落でございます。こう文章があってですね。で、一応空欄 B のとこまで読んだと仮定しますね。で、of course、もちろん it's entirely unrealistic、全くもって非現実的だ。それは to なんとかかんとかざっと以下。で、every American housewife of the 50s ということで、1950年代のアメリカのですね、主婦層ですかね。主婦たちが look to this way。このように見えるのがなんとかかんとか。で、particularly after managing a house, 家を切り盛りしたり、もしくは taking care of children all day ということで、毎日毎日子供の世話をした後に、特にですよということでいいかと思います。で、so, why is it that this is the classic image ということで、これが古典的なイメージなのはなぜなのかというところで、ダニではなく最後まで生きたというところで、さあ選択肢、どれにしますか。ということですが、もちろん、この空欄 B の次の文章ですね。皆さん、この So, why is it that this と言っておりますので、皆さん、これ直前の内容を指してますよね。で、その直前の内容を指しているので、この辺を熟読していただきますと、This is a classic image。もうわかりましたね。This is a classic image。このあたりがヒントとなって、そうです。正解は C ということでいいかと思います。皆さん、イメージ、
イマジン、想像するということに皆さんバッチリ言い換え可能ですよね。で、じゃあ根拠はどこですかっていうと、やっぱり皆さん文末ですよね。情報構造バッチリ、もしくは be 動詞の右側ですよね。それがしっかり根拠となってましたね。さあ、その後第3段落、第4段落と読んできまして、今から第5段落です。で、こう読んだと仮定して、空欄 C ですね。何を入れますかということですが、もちろん残りの選択肢もご覧になってわかると思いますが、動詞でございます。で、空欄 C の右側、もうピリオドが来ておりますので、ですから、結局、自動詞か他動詞かでも判別できますよね。後ろに名詞がないので、自動詞。で、残りの選択肢、コンプリケート、ジェネレート、ワークの中で自動詞はと言われたら、もちろん正解は、ワークですよね。働く、もしくは機能するということでよろしかったかと思います。これは知識問題ですね。さあ、皆さん、最終段落、第6段落でございます。皆さん、こう文章を読んできてですね。で、ジェンダーステレオタイプスは、アーデンジャース、危険だ。で、なぜなら、ビコーズ、ゼイマイト、点点点、アンイコール、不平等で、もしくは、アンフェアなトリートメント。それを点点点してしまうので、危険ですよ。じゃあ、それは誰に対してっていうと、トゥーサートンピープル、点点点ということでいいかと思います。さあ、残りの選択肢は、コンプリケート、複雑にするのか、ジェネレートを生み出すのか。もちろん、危険なんですよね。ということは、不平等で、不公平な、扱いを生み出してしまうと危険だというふうに判定できるかと思います。ですからヒントはどのあたりですかと言われたら、この危険という表現ですよね。これで皆さん根拠いけると思います。で、場所はどうなってますかと言われたら、やっぱり B 動詞の右側ですよね。そのあたりがヒントとなって答えが出ました。サブさん、第1段落戻して問いの1番いってみたいと思います。皆さん本文読みますね。ステレオタイプってのは、is a very simple understanding、理解することです。それは、what a person or a thing is or should be ということで、人間、その人とか、もしくはそのものですね。それが、どういうものなのか、もしくはどうあるべきなのかを簡単に理解することです。そして、the word、その単語ってのは、comes from an earlier form、初期の頃の形式からやってきております。それはコマーシャルプリンティング、商業的な印刷。で、その商業的な印刷がインフィッチ、ブロックスオブテキスト。このブロックスオブテキストがなんか、試験中よくわかりませんが、なんかテキスト、文書のことかなと。で、それがワープリンティと印刷された。で、それは金属のテンプレートを使ってと。で、そのテンプレートってのが capable of printing multiple pages ということで、複数のページを印刷できるテンプレート。で、from a single plate ということで、一つのプレートから。で、ステレオタイププリンティングというのは、uses a single template、一つのテンプレートを使いますよ。それは、to reproduce a printed page、印刷されたページを複製するためですね。しかもそれが exactly the same each time ということで、毎回毎回全く同じものということです。で、この後、文章続くんですが、問いの1番ですね、できますので、やってしまいます。さあ、問いの一番です。設問の指示がですね、ステレオタイプという言葉の起源ということですので、ここからですね、2行目のこの the word comes from 点々点のところから、と一致しているものを選べばよいというところでいいかと思います。で、選択肢 A ですね。The printed textbook used in the past that explained what a person or thing is or should be ということで、一応書いてあるっちゃ書いてあるんですけども、これ1行目ですからね。設問の指示に該当するのはこの2行目からでございますので、選択肢 A は×で。選択肢の B はメタルプレート…ということですが、メタルプレートかというと、皆さんメタルテンプレートですよね。よって×さあ、続いて選択肢は C です。The name of commercial printing company の話はどこにもなかったので×で。選択肢 D をちょっと飛ばしていただいて、選択肢の E。The early model of typewriter ですね。これもなかったはずです。×ですね。となってくると選択肢の D が良さげ。The way of printing that was used to exactly reproduce a printed
ットページエブリタイムですね。ですから印刷されたページを毎回毎回複製するということです。で、その毎回毎回同じものを複製するという話がどなたに書いてましたかっていうと、このあたりですよね。これでいいかと思います。ですので、それが選択肢での後半に合致しますね。よって正解は D ということでいいかと思います。で、皆さん大切なのは根拠です。もちろん本文、文末でもあり、なおかつリプロデュース一般動詞の右側ですよね。で、正解となった選択肢も文末ということと一般動詞の右側、これで情報構造バッチリです。さて、2段落でございます。ジェンダーストレオタイプは、like those portrayed in the media。メディアで、描かれているようなものなんですが、have a powerful influence。強力な影響を持っています。それは、on how we express ourselves and understand others ということで、我々は自分自身をどのように表現するのか、そして他者を理解するのかということに対してですね。で、フェニーアスクアメリカンピープル、まあ、聞いたとき。で、何をっていうと、what is the classic image of the 1950s? アメリカン、ハウスワイフですかね。アメリカの1950年代の主婦がの古典的なイメージですね。まあ、それが一体どういうものなのかを聞いたときにですね。The answer would most likely be that 以下が答えです。She's wearing a dress. ドレスを着てます。Has a perfect hair and makeup もしてます。And might even be cooking or serving me ということで、まあ、料理もするし、食事も出してくれるということでいいかと思います。で、この後何になく行くんですけども、この3番も解けますので、ちょっとやってしまいますね。さとり様の A ですね。An old image that is no longer known among most American people today ということですが、このほとんどのアメリカ人、今日のほとんどのアメリカ人の話が全くございません。で、選択肢 B も An image of a housewife exhausted と疲れ果てているという話もないんですね。続いて C でございます。An acknowledgement of their wider social role の話はございませんでした。で、選択肢の D。An appropriate reflection of the reality。現実を適切に反映している。これも書いていなかったですね。そうなってくると選択肢の E。An example of a gender stereotype circulated by the mass media と書いてますよね。皆さん、マスメディアの話はありましたね。ですから、ここで確定できるかと思いますので、選択肢の E が正解ということですね。ですから、皆さん根拠としたのは、皆さん前置詞の右側。そして答えとなった選択肢の E も文末がヒントになってますよね。情報構造バチ。そして前置詞の右側も確定できる根拠となってます。さあ続いて問いの4番、5番は知識問題なので、問いの6番に行きますね。で、問いの6番は皆さん、本文の名に合わないものなんですが、実は選択肢 A、これが正解なんですね。で、本文読めばわかるんですけども、じゃあどの辺が根拠ですかっていうと、このあたり。People understand the complex concept of gender。で、場所はって言われたら、やっぱり一般動詞の右側が根拠になってるんですね。もちろん文末ということでも OK です。で、もう一つの正解がですね、選択肢 F が正解なんですが、本文の内容とですね、違っているところ、根拠実はここなんですね。文末でございます。ですから、前置詞 of の右側が根拠。文末が根拠になってますからね。情報構造バッチリです。それでは最終段落、第6段落でございます。The problem of gender stereotypes is their overgeneralization ということで、一般化しすぎることですね。それは of characteristics 特徴、differences 違い、そして attributes 属性、over certain group ある集団の。それは based on their gender ということで、性に基づいたということでいいかと思います。この後、段落続くんですが、皆さん問いの7番ですね、もう解けてしまいますので、やってしまいます。で、この下線部 A ということですが、もうこれでございます。で、ヒントはって言われたら、皆さん、is there overgeneralization を一般化しすぎるという話がございますので、それを皆さん、選択肢の中から選んでいくというところでいいかと思います。で、もちろん選択肢の A は、
アドバタイジングインダストリー、広告産業の話はなさそうですね。ですが皆さん、選択肢の B、The Stereotypes Provide a Very Limited and Simplified Image ですね。ですからもちろん、これですね、一般化しすぎる。一般化ということは、シンプルにまとめ上げることでございますので、選択肢の B、これが正解ということでいいかと思います。これですね。で、根拠となったところはもちろん、このあたりですね。そして、これの言い換えということでいいかと思います。もちろん、B 動詞の右側がヒント。そして、正解となった選択肢の B も、一般動詞の右側が根拠、確定できる場所になってますからね。情報構造バッチリです。さあ、最後、問いの8番でございます。本文の内容に合うものを2つ選ぶんですけども、正解、実はこれ A が正解なんですね。で、ポジティブデピクションズ。これが実は、本文第1段落、ここに書いてましたですね。ポジティブとこういう感じで繋がってきて正解というふうになるんですね。で、場所はじゃあどうですかっていうと、やっぱり皆さんご覧の通り、文末ですね。なおかつ、B 動詞の右側ですよね。バッチ。そして、この選択肢の A も、インクルード、一般動詞の右側ですね。バッチリでございます。さあ、問いの8番、2つ目の正解でございます。答え E なんですね。で、どのあたりがヒントですかっていうと、文末、may face disadvantages ということで、不利益な状況を、それに直面するということです。で、それがじゃあ、どの辺に書いてますかっていうと、皆さんこれ、最終段落、第6段落の本当にこう、最後の方の文章なんですが、空欄でに、皆さん、generate、最初ので入れました。ですから、unequal で unfair、不公平なその扱いですよね。それを生み出すかもしれませんよ、ということでいいかと思います。ですから、unfair、不公平な扱いということでございますので、これが、disadvantages、不利益を被るというところにちゃんとつながってきますからね。E が正解。で、場所どうなってますかっていうと、皆さん、もうわかりますよね。助動詞の右側がヒントになってました。そして、正解となった、本文の一番文末ですよね。文末が確定できる根拠。なおかつ、助動詞の右側でもありますので、情報構造バッチリです。すみません、お疲れ様でございました。ちょっと皆さんご覧になっていただきたいんですけども、ポイントは皆さん、やっぱり帳を解き終えた後、いきなり答え合わせをするのではなく、問題集であればそうですね。もしくは、何も考えずに授業に参加するのではなく、やはり今ご覧になっていただいた通りですね、根拠はやっぱり考えていただきたいんですよね。これはまあ、正しい、前向きな予習というにも考えることができると思います。ですから、どこを根拠にするんですか、というと、今ご覧になっていただいた通り、やはり文章の後半とか、B 動詞の右側とか、そういったところに根拠となってくるところが非常に多いということでございますので、これを皆さん、答え合わせをする前、授業に参加する前にですね、頑張っていただきますと実力アップにつながりますからね。ということで、次回もよろしくお願いいたします。